はい、ごちかです。やっほー。今日は何を紹介しようっつって、これです。これよいしょ。これこれ知ってる？ダイモ。ダイモまあたまたま目に入ったからなんだけど、こんなの紹介しながら仕事しようと思います。おう、懐かしいでしょ、ダイモ。今はテプラがあるからさ、ダイモなんて駆逐されてそうじゃん。これはね、1970年代だと思う。ひょっとしたら60年代かな。とても古いダイモ。昔のダイモ。カチャンコカチャンコってやって。で、これは最近のダイモといってももう10年ぐらい前のダイモ。ここにね、カチャンと開けて、ここにテープが入ってるの。テープを入れてガチャンコってやって、もう知らん人いるかな？カッチカッチャンカッチャンと。こうね、ダイヤルで打ちたい文字に合わせてカッチャンコカッチャンコ言って、切るっていうのがあるから切ると出てくるのよ。ほら。で、これが、シールになってるのね。シールに。で、こういうものにピッて貼るんだよね。そう。なんか、なんだろう、昔のさ、レーシングカーとか、オイルテンプとか、オイル T とか、オイル P とかね、オイルプレッシャーとかね、タコとか、そういうのを書いて貼ってあったりしたのよ。アルミのパネルにさ、メーターを埋め込んで、そこに何のメーターか分かるように表示してたりとかさ、そういうのを見て、かっこいいな、この雰囲気いいな、みたいなのをずっと思ってて、そう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 。で、なんかこういうのにポチポチやり始めちゃって止まんなくなって、あっちこっちにあったりしますけどね。そう、ダイモです。はい。で、今何をやってるかっていうと、よいしょ、これね、これね、古いお風呂、お風呂というか、これねもういい加減使っててダメになってんだよな。ダメになってると言いながら、よいしょ、これだよな、よいしょ、よいしょ、これね、こいつを外したらこれが抜けねえや。これがね、あると熱を持っちゃって良くないんで、このシェードを外します。そしてあるところへ持ってきます。これね、ここがもうブラブラでさ、グラグラで、まあこの向きを変えたりする必要がない場所で使えばいいんだけれど、いくら締めてもブラブラはブラブラなんだよな。なんとかなる？あ、なんとかなりそうな気がするな、これ。ここが削れちゃってんのか。ちょっと見てみようか。あのね、よいしょ。あれ？今治ったと思ったのに。きっちり締め込むと動かなかったんだけど、まあ抵抗にはなるからいっか。よいしょ。これどうしようかな。こっちの方がこの空間に置いとくにはいいんだけどな。新しいのじゃなくてこの古いのがな。まあいいか。まあいいか。何を言ってんだろうって。うお、迷う。新しいのこっち置くか。はい。何を始めようと思ったかっていうと、これ植物育成ライト、あのパネル型は置いてあるんだけど、これも買ったんで、まあ活用しようかなと。うん、まあまあまだなくてもいいんだけど、強い光が欲しがってる人はこれみたいな。わかんないけどね。とりあえず設置してみようかなと。で、これ傘の中に入れるとさ、これ熱持って良くないと思うんだ。ここにヒートシンクついてるんじゃない？だから結構熱持つと思うんで、取ってつけようと思ったんだけど、新しい同じようなアームを買ったので、ね、ここにもあるんだよ。ここにもあるんだけど、うん、なんか
なんで買ったんだろう俺。ここにもこれにしようと思ったのかな。なんか、うん。でも使ってなかったんでちょうどいいやと思って。はい。てな感じで、これをこう吊るしたところを写真撮ろうと思ったんだけど、まあ、とっても、ね、倉庫みたいなところで、ビジュアルがあまり良くないので、これだけ紹介しとこうかなと思いました。はい。てな感じです。ああ、なんだかね。あんまり進まないんだけど、進んでないんだけどさ、もう、とりあえず何でも、いいと言われるものは何でも買ってみちゃう。はい。はい、植物系でね、ずっと見させてもらってる、ハンディクロス、ありがとうございますって。うん。動画でね、これはいいよっていうのを言ってて、まあ、何あれなのよ、プロミック植物のこれ1個入れときゃいいよみたいな、2ヶ月間持つみたいなね、置いとくだけでいいみたいな、まあね、バリバリやられてる方のまあ環境が違ったりなんだりはあるんだけど、まあ試してみたくなるんです、何でも。よいしょ、プロミック。ああ、そんで、これはこれでよし。ほんと植物ばっかりでごめんね。ね。はい。これ。今日はね、ブログにも書いてあるんだけど、このアウトドアスポイス、スパイス、ホリニシ。これだけ見ると、何それだよね。これ何それがいいんだろうな。このスパイスだけでもいいかもしれないね。ホリニシ。真っ黒でさ。これをとある、まあこれもまた YouTube なんだけど、見てて、これをかけてるのを見て、面白そうだなと思って、美味しそうだなと思って、うん。スパイス調味料、塩、アメリカ製造、国内製造、ドイツ製造。アメリカと日本とドイツの塩。ごま、ガリック、燻製岩塩。ああ、この香りか。燻製岩塩。マッシュルームエキスパウダー。黒胡椒。黒きな粉。コーングリッツ。なんだろう。赤唐辛子。粉末醤油。チンピ。燻製オイル。うわ、揺れるな。コリアンダー。ミルポアパウダー。椎茸調味料。オニオン。パセリ、ジンジャー、バジル、もう数えるのやめた、オレガノ、マジョラム、ローズマリー、セロリシード、調味料、カッコアミノ酸等、リン酸香料、着色料、なんだけど、なんかいっぱい入ってる。いっぱい入ってる。で、まあ、アウトドアって書いてあるだけあって、なんていうのかな、そう。お家の中でする料理じゃなくて、外でさ、それもチャコールで、豆炭みたいので、半分火がガーッ出てる、もう、なんだろう、ガンガン焦げなんか汁もんか、みたいな、ああいう時に食べる味、あれはあれで美味しいじゃん。それを引き立たせるみたいな、そっち寄りの味になるというか、まあ、燻製、コクがある燻製みたいな感じになるのかな、うん。ちょこっとね、今朝、いつも朝食で食べてる、ベーコンにね、焼いたベーコンにちょんちょんとかけて食べたら、なんか癖になりそう、なんて思って、ホリニシ。なんか面白そうでしょ？そういうの好きだったら、アウトドアスパイスみたいな、こんなの好きな人はね、いいんじゃない？なんて思ってちょっと紹介しようと思ったんです。はい。あれじゃないですよ。ステマとかじゃないですよ。ステマな。なんかステマ禁止になったんでしょ？経産省だっけ？どこだっけ？なんかあったよね。大丈夫です。自分でお金出して買ってるもんなんで。このプロミックも何もかんもね。はい。そういうのはちゃんとこう、プロモーションを含み回すみたいなのしときゃいいんだよね。多分ね。うん。それをやんない
で、このステルスマーケティングみたいなことはやっちゃいかんってことになったみたいね。うん、まあ追跡できるんかいなとは思うけど、これはこれはあれね。はい、ってな感じでした。これ秋これからでも休眠させるんだけど、休眠させる、いや休眠させないからあれか、部屋に入れて、部屋に入れていいんだよな。だからうん、そう、植物育成ライトを当てて今年は冬を越そうかななんて思ってるんで、だんだん寒くなってきてね、明日明後日からかな、だからこの動画はもうずいぶん後になっちゃうんで、公開がもうとっくに15度を割って10度近くの最低気温の関東地方、神奈川ねになってるんじゃないかななんて思うんだけど、またこの辺ね、神奈川の中でもちょっと寒いのよ。うん、だから早めに入れちゃいました。今日は10月の4日です。今月いっぱい持つかななんて思ってたんだけど、思いのほか早く寒くなってるからね。はい、てな感じで今回の動画はこんなもんで終わろうと思います。うん、なんだかよくわかんなかったね。じゃあね、バイバイ。ちょっと待て、ちょっと待て。せっかくさ、ダイモの紹介したじゃん、今日。そうね。ダイモね、あっちゃこっちゃに貼ってるんです。こんな風に。ものを分別してわかるように。でもね、こういうのケースって、ポリプロピレンっていう材質のものが多いじゃない。だからよーく見ると分かるんだけど、これセロテープで貼ってんだよ。この素材ってセロテープはくっつくけど、まあ接着剤もくっつかないし、いろんなもんがくっつかないのよ。剥がれちゃうの。そう、でもなんていうのかな、このセロテープで上から貼ったこんなんもなんかそれっぽいじゃんって勝手に思ってますけど、勝手に思ってますけどね。でこれダイモなんていうのかな、このテープがアルミのやつもあるのよ。アルミで、で機械ももうちょっと大きくてね、ガチャンガチャンってやるので、それがねやっぱ機械物とかに貼っててもかっこいい。うん、でもねすげえ高いよ、すげえ高い。でもね、いいな、欲しいななんて思ってますけどね。でも使いはないな、買っても多分使わない。ただ単に見た目がかっこいいってだけで、その値段なんでまあまあいっかって今までなってんだけど、かっこいいなぁと思います。何人か知り合い買って持ってますけどね。うん、そんな感じです。今度こそ終わります。バイバイ。